トラヤヌスの市場は人類史上初のショッピングセンターとされている古代ローマの遺構。この遺構はローマ市内の大きな廃墟でホリ・インペリアリ通りのコロッセオとは反対側の端にある。その建物と構造は古代ローマの生活の生きたモデルであり、ローマにおける継続的な建築物修復の例であり、ローマ建築の恒例でもある。トラヤヌスの市場は100年から110年。 トライアヌステに仕えていた建築家ダマスカスのアポロドーロスが建設した。中世紀にはここに木座橋が追加され、1200年に建設されたミリツへの塔のような防御用の要素が追加された。この場所に後に修道院が建設されたが、20世紀初頭にトライアヌスの市場を復元するため取り払われた。現在、建物は博物館。 メルカーディ・ディ・トレイのムセオ・デイ・フォアリー・インペリアライとして一般公開されている。皇帝たちのフォルム内での一単行、トライアノスのフォルム、大色、バジリカ・ウルピア、泡橙色、トライアノスの市場入り口は11月4日通りにある。入り口から入ると売店が両側に並んでいる。かつてここで小麦を無料でローマ市民に配布していた。このホールの端に、 大きなバルコニーがあり、そこからトラヤノスの市場だけでなく、トラヤノスのフォルムやヴィットーリオエマヌエーレに異性記念堂が見渡せる。このバルコニーはビベラティカ通りの一部であり、その道は入り口から始まってトラヤノスの市場を貫いている。市場の上層階は事務所として使われ、仮層階にあたるトラヤノスのフォルムに面した部分は油、ワイン、魚介類、食料雑貨、野菜、 果実などの商店が並んでいた。最上階に中世紀に建てられた家はビベラティカ通りの半円部分に面している。市場の下の部分は今日では2階建てになっている。地上階の各店舗の入り口はトラバーチン製でその上にアーチが乗っている。2階には油とワインを売る店が並んでいた。3階部分は今では 壁が一部しか残っていないが、ビベラティカ通りに面していて、おそらく食料雑貨店が並んでいたと思われる。下の方には二つの大きなホールがあり、おそらくオーディションや演奏会に使われたと思われる。市場内の各店舗を食べるなと呼んだ。市場の天井はローマンコンクリート製のボールトになっていて、中心の空間に新鮮な空気と日光が取り込めるようになっていた。 市場自身は主にレンガとコンクリートでできている。トライアヌスの市場をビベラティカ通り。ありがとうございます。